どうも、レジャーヒカルです。今回ですけど、変化球をね、総変化量30目指して、作成していきたいと思います。だからね、変化球練習しかしないです、もう。一切。それしかしません。それか休むか、もうどっちかです。変化球練習か休むかどっちかで、イベント的には全員、特訓練習変化球でそれました。変化球タッグでね、どうなるか、試してみたいと思います。6人揃うことがあるのかどうかもよくわからないですけど、まあ、揃ったらね、面白いこと起きるんじゃないかと思ってます。初期能力も雑魚なんで、まあとりあえず変化球いきます。もうね、見ないです。もうどこに誰がいるかも見ないです。真っ先に変化球いきます。ぐね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 曲がらしたいんで、変化球で。総変化量ね、30とかね、ちょっとロマンなんで、いけるのかどうかよくわからないんですけどね。もうね、ひたすらね、変化球練習をね、磨き続けるという。男四つ部はね、変化球でね、勝負しようと思うんで。でも、ね、多分ね、変化球練習でね、正直、総変化量30あったら、プロで通用しますからね。そんな投手いないですから。もう最強の抑えですよね。21%、無理やな。とりあえず休みます。がっつり休みます。お、春ガバ来た。熱い。最強の超変化球型、変化球特化型の抑えになればと思っています。もうスタミナとかコントロールも一切上げないです。もう変化球しか上げないと、まあ、特殊能力 もうキレさえあればもう OK かなと思ってます。正直僕は、まあ、脅威のキレ味が一番いいんですけど、まあ、難しそうかなと。とにかくもうねひたすら変化球ですよ。やっぱりそして変化球練習しかし続けない。多分変化球レベルがねすぐにレベル5いくんで、そこを僕は狙ってます。体力が減れば休むと。もうこれの繰り返しです。男四つ部はね急速に走らないです。そしてコントロールにも走らないと。もうね、変化球だけなんですよね。変化球だけを極めるんです。それがね、男四つ目のね、使命というかね、かっこよさですね。ロマンというかね。変化球ってやっぱロマンなんですよね。球の遅いピッチャーのロマンというか、お、いきなり肘に爆弾を抱えた。球が遅くても抑えれるんだってところに見せたいです、正直。とりあえず、まあ、変化球溜まってるんで、順調にね、変化球練習をね、積んでいって。最初はね、大したことないんですけどね、最後のね、友情タッグ連発っていうのに期待したいですね。まあ、6人入ってるんでね、誰か1人はね、多分いると思うんですよね。軽くね、この三振を振ってあげようと思います。もう終盤になったらね、怒りはねもう舞うでしょうね。僕の変化球に、四つ目の変化球にね、てんてこまいなんて舞うでしょうね。これもおそらく竜王学園すらもね手玉取ってあげたと思います。クソこの野郎、まさか初球からね、手出してくるとはね。まあもう技術ポイントとね、正直筋力ポイントいらないんで、1ポイントの。まあ良かったです、これ負けて。もう負けて良かったかなと思ってます、もう。変化球と技術ポイント一切使わないですから。あ、技術はちょっと使うけど、まあ変化球練習で技術手に入るんで。まあこれ技術かな。筋力いらんから、技術。もう技術とね、変化球だけでね、十分です。よしよしよし。
いいねいいね、変化球もう4ありますからね、変化球。お、野球マン。とりあえず体力の感じ増やそう。よしよし、まさかの指示爆弾が取れるという。とりあえずね、ひたすらね、変化球ね、いきますよ。お、この段階でもレベルが上がりました。まあ、軽くね、これを抑えます。余裕でね、パーンとね、テンポよくタンタンタンとね、投げていきます。おう、投資。スライダーの曲がりがね、いいですよね、これ。クワーンと。お、増えた増えた、体力増えたし、体力いるかな。そう、上げれへん。もういらんわ、初級。とりあえずもう、トゥルン。よし、変化球ひたすら行こう。よしよし、お、あばっち。折り返覚えたいな、とりあえず。かっこいい変化球覚えたいな。休むしかねえ。チュンガバ来た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 、チュンガバ来た。お、猛特訓。そう、めっちゃ疲れるやんけ。まあいい。よしよし、よしよし。回復のコツ、いらんやん、このいらん。いるのはもう変化球のみや。まあ一応でも超スローボールも変化球に入るみたいですけどね。あれは総変化量に入るみたいです。第二球種のストレートは。お、これ体力たち上げよう。いいねいいね、大凶。マジか、空いてないな。まあいい、ゴー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 。お、いいねいいね。
どれやこれ。覚悟だ。クソ、意味がなかったか。どれが正解なのかいまいちわからん。余った分は急速いっとこう。よし、行くぞ。最強の抑えを作るぞ、俺は。変化球来い。てれーん。じゃあ、ここだ。なかなかタッグ外せへんな。やっぱ終盤なんかな、やっぱり。このグワーンと曲がるスライダーでまずちょっとマジか。よかった。やっぱ変化量多かったらずれるんかな、分からんけど、まあとりあえず抑えたら OK。 うん、打たれたら疲れがたまるから打ってほしい。うん、在庫か。よしよし、いいね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 、行こう行こう。よし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 、レベルアップ。いいぞ。いいぞいいぞ。くそ、疲れをたまらさすな。チュンガブ来い。くそ、来へん。くそ、やる気が下がったか。かまわんかまわん。ひたすら変化球に明け暮れる日々よ、ほんまに。よし、来た。うん、スライダーマックス、マスターよし、次は何マスターしようかな。まあ、なんか考えようって。とりあえず7個目、7変化球種7、ゲット。30まで23か、長いな。友情タッグが来てくれない、無理っぽいな、これは。友情タッグが何回来るか、そこがね、結局問題になってくるんで、それをね、待っときますよ。6人タッグっていう、ちょっとね、夢の共演。まさに夢の共演ですね、6人タッグは。一体どれぐらいのポイントがもらえるのか、ちょっと気になりますよね。過去にね、4人タッグしたことあるんですよ。その時ね、確かね、300ポイントぐらいもらえた気がするんで。だからね、ちょっとね、6人はね、ちょっと想像つかないです。500ポイント近くもらえるかなと思ってるんですけど。落ち着きやぜ。チュンガバ来い。クソ、来へん。まだ20面バイタリアンガラシマルと。クソ、うっとうしい。確か体力回復かな、やる気も回復しようしな、これで。おー、いいねいいね、いいじゃないか。うん、とりあえずパーも覚えよう。お、来たぞ。ついに俺の時代が来たが、初タッグ。グレングレン。おー、いいね、91。いいねいいねいいね、これだよこれだよ、俺が目指したのは。2人で91か、そう考えてやばいな、これThank you.
そだるい。チンガロ来い。来た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 。おお山口最高。いいやつだな山口は。救世主山口と呼ぼう今後は。ふふふふ。よしあげようパーム。よしグイーン。くそ3人おったのに友情が芽生えてないか。クソ野郎芽生え上がれ早く。おいいねいいね。変化練習レベル5来たぞ。こっからが本番だよな俺の。お脅威の切れ味来た。さすがに変化球投手作るからには脅威の切れ味持っときたいな。できるだけ最低限切れは持っとかな。やっぱり話にならんからな。ウィーン。ウィーン。またまあ来たか。やっつけてやるぜ。俺の超変化球にやられるやろな。これてんてこ前でこんなもん。余裕余裕こんな。一球ちょっと外すか一遍。よし心の中でいこう一遍。一球。よしよし。マジか。あホームランじゃなかった。まず自身のヒットか。マジか。くそ。足りん。球種が足りん。もう一球種覚えよう。いや、あと2球種ぐらい覚えたいな、個人的には。絶対変化球が足りんかったから負けたよな。そう思い込もう。よし、来た来た来た。やっぱさ、俺にはさ、やっぱ変化球しかないからさ。変化球にかけた思いはさ、負けへんわけよ、誰にも。超変化球型投手かっこいいな。やっぱりロマンやロマン。ロマンやな。元野球部の俺からしたら変化球投手大好きなんやな。ロマンがあるよな。やっぱり球の遅いやつでもさ戦える。もうなんていうやろ、ロマンやなマジで。クソ一人か。一人で64。やばいやばいやばい。これ6人揃ってやばいぞこれマジで。てかさ、こう砂時計使いまくってさ、6人の日をな、ずっと練習したらめっちゃすげえのできるんちゃうかなと思ってんけど、今気づいたけど、砂時計を使いまくって、もうずっと6人とか5人おるときにしか練習せえへんみたいな、にしたら、えげっついのができると思う。総編から35とかできると思う、マジで。そんな気がする。パワーも覚えよう。よしよし。休もう。チュンガバ来い。来た来た来た。チュンガバいいねいいねいいね。おいいねいいね。無駄に無駄にね。お、キレは欲しいな最低限。キレをくれ。キレをキレをくれ。うわジャキーン。カーツ。キレが欲しい。キレがコツかなり掴んだだけ。いらんいらんいらん。俺が欲しいのはな脅威のキレ味なんだよ。それかキレをそのまま直接くれよ。サンキュー。夏来やがったか。クソ早いな。ドワーン。変化球が260ポイントある。やばいな、これは。なんかすごいな。逆にこいつがさ、
もしさ、1年生の頃からこの練習続けとったらこいつやばいことになっとるけどな。3年生から練習始めるもんな、こいつバカやから。困るよな、それは。疲れたまる、うっとうしいな。くそ。ここ休んどこう、とりあえず。チュンガバ来い。うわ、うっとうしい。せっかくやのにチュンガバ来てほしかったな。イェーイ。トゥルン。試合の日が来たか。ついに。ちょ、これ見栄え悪いか、これ直しとこう。見栄えが非常に悪い。そう、あげれん。最後に控えとくか。備えとこう、ここは。よし。先発か。とりあえず、どうしようかな。めっちゃ余るな、これ。使っとこう。変化球ほとんど使わへんから、いらんな。よし、行こう。てて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 。行くぜ。ズドン。そしてズドン。ズドン。よし。神がかり的このスン。よしよしよし。いいぞいいぞ。俺を打ち消せるものを打ってみやがれ。ズワーン。マジか。あの遅い打球がヒットになるとは。ズドン。グワーン。インコース。決まった。ドン。ズドン。ズドンズドンドンザホは よしよし、完封してやろう、仕方がないから。ズドンズドンドン。あとはよし。フフフフフフ。ん？こんなことある？マジ？こんな初めてだけどこれ。そんなことある？どうなるんこれ？初めてだけどこれ。どうなるんだこれは。めっちゃ理想的だけどなこれ。うん、マジか、マジかこれ。なんという結末。はい、というわけで今回ね、変化球を極めようとしたんですけどね、思った以上にユルタクがね、発生しなかったのプラス、まあ0点の差だったんですけど、謎の終わり方しました。反省点としては、変化球ばっか折ってもね、やっぱね、効率悪いんで、とりあえず先に全員と友情だけ芽生えさせてカラーの方がいいかなっていうふうには思いましたね。で、そうすれば多分ね、総変化量ね、20ぐらいはね、うまくいけばね、いけると思う。で、砂時計使っていけば、多分あの友情タッグの2人で、確か、90かなぐらいもらえたというような気がしたんで、だから、3人で多分ね、150近く
4人で180?200 ぐらいもらえて、多分5人で300ぐらい、6人いたらね、下手したら500ぐらいもらえるんで、変化球ポイント、それを狙っていければもうえぐいのができると思います。500って言ったらだって変化球3つ下げれますからね、1回の練習で、後半のぐらいなんで、それをね狙っていけたらね、やばいのができるかなと思います。またね、ちょっとね、砂時計に余裕があったらね、試してみたいと思います。というわけで今回は、まあ、変化球だけのデッキで、変化球練習だけをしてみました。というサクセス動画、まあ、終わりです、これで。ありがとうございました。